スノーマンが主演を務める舞台、先沢歌舞伎ゼロファイナルが4月8日、土曜日より東京、新橋演舞場で上演される。その制作発表が2月8日、都内で行われ、岩本る、深沢達也、ナウール、渡辺翔太、向井浩二、安倍良平、目黒蓮、宮舘亮太、佐久間大輔が登壇。メンバー自ら仲が良いことを公言している9人だが、 この日も仲の良さが垣いま見えるやりとりを繰り広げた。滝沢歌舞伎の一番大事にしていることは、今しか残らない笑顔をみんなで共有する。滝沢歌舞伎は2006年に滝沢演舞場として誕生。2019年には滝沢歌舞伎ゼロとして同シリーズに出演を重ねてきたスノーマンに主演が引き継がれ、ダンスパフォーマンス、アクロバット、 歌舞伎、腹筋太鼓、中国の伝統芸能、偏面を取り入れたイリュージョン、舞台上での生化粧など様々な趣向を凝らした和のエンターテインメントを繰り広げてきた。滝沢秀明氏から滝沢歌舞伎を受け継いできたスノーマン。その受け継いだ中で一番大切なことを問われると、岩本はやっぱりお客様のことを第一に考えて、スタッフの皆様のことを第一に考え、とにかく自分よりも利己よりも利タ。 与えるのがすごい好きで、本当にネズミ小僧みたいな感じの方だった、と、死が演じた義足、ネズミ小僧になぞらえて返答。そして、とにかく見ている人を楽しませる、しかつ自分たちも楽しむし、今しか残らない笑顔をみんなで共有するというのは、滝沢歌舞伎の一番大事にしているところなのかなと思います、と語った。安倍は、滝沢くんがやっていた演目を僕たちが9人で個々に受け継いでいるものもあります。 それこそ、腹筋太鼓のメカ太鼓もそうですし、片面もそうですし、小山とか、全部一人でやられていたのを、僕たちが個々に受け継ぐことで、滝沢歌舞伎を続けていくという気持ちはありました、と答えた。滝沢歌舞伎の思い出は全部、そんな滝沢歌舞伎の中で思い出に残っていることを尋ねられると、目黒は全部でしたね。汗かいて涙流して、 高校生くらいからずっとやってきた作品なので、としみじみ。しかし、いろいろなことがありましたけど、びっくりしたことでもいいですか、と切り出し、目黒と向井と佐久間が同じ楽屋だった時のエピソードを披露、ちょっと楽屋が汚くて、滝沢くんが見に来て、片付けておけよ、と言われて、俺たちは、でも俺たちはこれがいやすいからこのままいよう、って3人で約束して、数日後、もう一回滝沢くんが来たんですよ。 そしたら、佐久間くんと工事の机の上がめっちゃ綺麗になってて、これだけ片付けていなくて、わら、と明かし、佐久間が、ごめん、また来るって聞いちゃったからやばいと思って、と謝り、向井も、三人分片付ける余裕がなかったようで、意外に時間なくて、というと、メグロは、ええ、二人とも、って、数ある中で一番びっくりしたのがこれです、といたずらっぽい笑顔を見せた。 ラウールは、めちゃくちゃランウェイしちゃいます。笑とジョークを。集大成となる今回は演出もスノーマンが手掛ける。演出の構想について質問がされると、まだ未定だとしながらも、深沢は、それぞれにきっと得意な分野があって、その得意な分野をちゃんと皆さんに伝えられるように、演目にそれぞれのいいところが入ればいいなという風に考えている、と答えた。 やっぱりこれにも出演しているラウールは、やっぱり新橋演舞場は綺麗な花道があるんで、もうめちゃくちゃランウェイしちゃいます。わら、とちゃめっけたっぷりにジョークを。佐久間が慌てて、今のところそういう予定はございませんと静止会場を笑いに包んだ。渡辺翔太に、丸くなりすぎ、わら、のツッコミも。 また、得意分野という話からラウールが、今回新しくジュニア、ジャニーズジュニア、の子がバックにつくので、その辺はこの翔太くん、渡辺、と佐久間くんがビシッと指導する。先輩としてのね、指導力というか引っ張る力というのはあるよね、と後ろに座っていた渡辺と佐久間を振り返ると、メグロは、マジで怖かったもんな、二人、と、デビュー前のジャニーズジュニアの頃の二人を思い出して頷いた。 渡辺が、後輩の指導も大事かなって思ったんですけど、もう、舞台の、演出がやったこともないので何から決めたらいいんだろう、というところなので、今、後輩の指導をするどころか、スタッフさんとかメンバーが出した意見を笑顔で聞くっていう、と話すと、すかさずラウールから、丸くなりすぎ、笑、ツルツルとツッコミが飛び渡辺は苦笑。そんな二人を見て他のメンバーも思わず笑顔に、 最後は深沢が9通りの意見があるってすごくいいなと思ってまして。自分だけじゃ思いつかないような意見というのがそれぞれ出てくるので。やっぱりいいですね。9人いるっていう強みですかね。 みんなが気持ちよくこの作品に取り組めるように、良いところをちゃんと使っていきたいなというふうに思います。と全員で作り上げる舞台への決意を語った、滝沢歌舞伎ゼロファイナルは、4月8日、土曜日から30日、日曜日まで24公演上演。19日、水曜日から30日、日曜日までの15公演に関しては映画館でのライブビューイングも予定されており、詳細は後日公式サイトにて発表される。 出演は他にスペーシア L の林蓮音、松尾龍、和田祐樹、中村光大、少年忍者の馬さえが渡る、内村壮太、豊田陸と、長瀬雄星。